えっとこんにちはこんばんは清水博士です、えー、清水博士の屋根裏のオレンジをご覧の皆さん、えー、清水博士です、えー、そうなんですね、えー、私です、えー、です、ね、ちょっと緊急なんですが今日の夜10月30日2021年10月30日にですね夜10時から、えー、屋根裏のオレンジの、えー 屋根裏ニュース通水11時から始まる前にですね10時から30分だけちょっと若い演劇人の人を招いてちょっとお話聞きたいと20ね3だったか4なんだよね土屋康平君っていうね喜劇のヒロインっていうやつそういう劇団やってる人なんです。 間違ったらごめんなさいい今急でで訂正します後でね、えー、とこの人ね、あのー、すくちょっと今度一人舞台フェスティバルって11月567と僕やるんですけど東京下北沢楽園っていう劇場でですね、えー、ちょっと若手枠という、まあ、ちょっと偉そうなんですけどおじさんから見て若い人とやりたいなってことでオーディションしたみんな面白かったんですけどその中でもちょっとすごい面白い何ていうんですかねちょっと当たり柔わらかくてあ優しいやつなんかだと意外とですね 牙を持ってるというか、え、そういう、なんかオーディションで結構俺のことをネタにしてくるみたいなことして、結構面食らったというか、面白い人だなと思って、どんなこと考えてる人なのか、えっ、ー、と、俺みたいなおじさん、55歳のおじさんがどれぐらい、えー、ずれてるのか、距離があるのか。 ちょっとお医者なりに、ちょっと今、もう月奮もしましたけど、大変な状態で、今からですね、高知のですね、一人舞台フェスティバルの本番があるわけですけども、今日、夜、急いで帰ってきて終わってから、えっと、いつもの YouTube やる前に、その土屋くんとお話できた土屋公平くんです。喜劇のヒロイン。ちょっとね、おもろいのよ。 興味があるんだよな。どれだけ本当のことを聞き出せるか勝負です。で、その後ですね、えー、10時半から、今度は土屋くんの YouTube に出ると、今度は俺が質問,質問詰めに会うというようなことになってます、えー。ということで、高知のホテルからお送りしてます。もう、えー、なんか、もうやるぞお待ちしてます。